まあ、そうそう、始まったんで。はい。じゃあ、エルトラ、メチーム1、エルトラ。ナジさんとヤボロさんとリコさんとアキさんですね。はい。で、ここに行ってもらうのが MS1、サニーさんと一番最後尾の T1 がそこについてもらえればいいかな。で、最も速い T1 がこの、なんて言うんだろう、先っぽのところに行く。セピラさんじゃない。セピラさんじゃないの。これかよ。あ、セピラや。行ってこい。サマさんとフランさんから一番最高尾。はい、了解。トラクター到着。はい、了解です。ちょっとチラ見するよ。はい、さあ。到着。登り切れば。試しにワンチャンそこの草むら入ってるやつも危ないけど、ワンチャンかけてるのも悪くない。で、バレた。バレたら逃げてね。バレたら隠れて。いや、バレた、バレた。お、いいね。ちょっと深く足りないか言ってないけど。お、いいね。いっぱい打てるんだったら打ってよ、ちなみに。打てない。了解。いや、ちょっと厳しい。T1 打てる。ないから、打ったらバレる。これいける。打てるんだったら、あ、ベースにまた、物壊れたし、まだいる。まだベースにいる。うん。絞りいるんじゃない？トラクターが南。あ、ちょっと前進しますか？ちょっと前進。フランさん前通ります。前進する？遠すぎる。アイジェットさんの位置でいないってことは、大丈夫そうだアイジェットさん、その草が入っちゃってみて、その草が入ってみて、車線が見えるんだけど、誰がここ打ち込んでる？ああ、俺打ち込んだ。見えないね、こっち側から。もう一個マイク。ちょっと待ってね、今、リポジ中だから。見えた。見える。持ってんな。すごいな、これ。ベースが危ないようになってますね。ここにいる T1 たちさ、どうしようかな。もうちょっと前に出ていいよ。多分途中から馬鹿正直に行くとアホだから、これ打っていいの？打ってたら打っていい。打ってたら打っていいよ。めっちゃ見えんだ。あ、サリンさんの方から行くとやべえよ。フランスさんと浅間さんはずっと右曲がってって。これ、ちょい持ってんな。やべえ、めっちゃ釣れてる。あ、ごめん。フレンドリーファイヤー。テルトライム。大丈夫。下回ったよ。遠くて打てね、あれ。380メートル。下回ってることを認識しながら動いてね、あの、ここにいる人たち。いつでも、スワッ取りに行けるんで。ただバレてもいないしな。多分全部岩に隠れたからな。伊豆さんか。アイジェットさんそこに行っていいや。あとは全部詰めに行こうか。一人そこでいいと思う。あとは全部こう。打って大丈夫かな。打っていい中。あ、きついな。打っていい。基本打っていい。ここだよ。大丈夫か。で、最後の詰めだけ気をつけてね。いるよ、結構いるよ、ここ。ナイス。うん。下の下に出てきたやつ。日本面から打ってあげて、日本面から。サリーさん、中央のこの T1 やりに行こうか。T1 こっち側から打てると思う。こっち側から。リコ背後から。行ってくれ。よ、これこっち側から行ける。あ、やっちゃうっていうか、やっちゃっていい。なの、あの。真ん中から気をつけてる。はい。下腹入られてる、ちょっと。さすがに見えないんで詰めますね、私も。中央の、いる人たちもちょっと。南押すで、もう。うん、南から詰めてって。南から詰めてって、北側はね、基本的に詰めづらいから。ちょっと中央行ってくるわ、サニーと一緒に。いるかな？フランスと南そのラインから登ってって、こういうものを作っていく感じで。了解。じゃあ、サモさんもそうした。
基本真ん中南から詰める感じで、基本的に相手来たばっか中、なんか死んだ、そうですよね、なんか死んだ、終わった、なんか死んだ。まあ今中央乗り込んでいいんじゃないか。下に4匹ぐらいいるから、もうあれに下から行って登っていいと思うわ。真ん中もう入った、真ん中から行ける、この南、北真ん中ルート。オッケーオッケー。で、これに撃たれてる。盾もほとんどなくなってるし、すっげえ。なんだよ、あいつ整地しただけじゃん。整地しただけ。さすがトラクター。整地整地しただけじゃねえか。誰かスキル高えな。本来のトラクターの使い方じゃない。いたあー、取られる、終わった、一発持ってね。すげえ、なんだ、爆撃もされたのか、このベース。なんだ、あいつらベース耕してるだけじゃねえか。トラクターなんでね。とりあえず今、参加した人は出席表に自分で書いてください。あー、そうだね。はい。